石破茂新総裁誕生で日本終了が X のトレンドになる WW 日本終わった、ゴミ総理爆誕終了、中国領日本賞確定、ありえなさすぎる、自民には入れない、絶対に、もちろん立憲にも入れない、高市さんが総理になったら困る自民の議員がこれだけおるってことだわ、これはほんまにないですね、過去一絶望してるわ W、 マジありえんき、大暴落確定、高市さんがよかったな、終わった、もうダメだ、爆誕してしまったか、終わった終わった、日本終わった、お終わった終わった、日本本当に終わった気がする、期待は裏切られ、ぐぬぬ、終わりましたね、終わりました、日本終了のお知らせ、日本終わった、何一つ問題を自分で解決できず、大増税、財務省の傀儡政権、国民と議員の意識がかけ離れてるのを選挙で示そう、石破論法じゃ日本を守れない、ナイス、終わった、石破首相やめろ、マジで辞任しろ、日本終了終わった、同じくありえない、意味がわからない、マジで終わった終わった、テレビでももう高市さん決定みたいな流れだったのに、生中継で見てたけど椅子から転げ落ちました、おかしいですよ、何かが、悪夢の始まり、日本終わった、岸田のせいだ、自民党はバカばかり、石破総理の爆誕、金融所得課税の強化に期待だ、株価大暴落、高市よりは何歩かまし、それにしてもまさか自民党を一度裏切ったゲルに自民党議員がこんなに投票するって驚いたわ、国会議員にしっかり根回しをした石破の勝ち、軍事オタに何ができるの、麻生様壺行く、日本終わった、これで円安物価高が終わると良いな、円高になってくれ、外国人のやりたい放題はもう嫌だ、石の上にも50年、つぼかる様、日経先物爆下げ中、ぶっちゃけ岸田のままの方が良かった、完全に安倍政治から決別したってこと、つまりリセット内閣、さようなら安倍のミクス、つまり189人は売国議員、何が終わったんですか、日本から脱出する準備するか、どうしてこうなった、こんな党もなくなればいい、株をみんな手放すね。